いきなりですが超雑に SCP まとめやっていきます。入り方も雑だな。今回はとある共通点を持った SCP を4つご用意しましたので、雑に簡単に紹介していきたいと思います。にわか知識で作っているから、間違っているところがあったらコメントで教えてもらえるとありがたいぜ。ちなみにマリちゃんは SCP をどこまでご存知ですかな？正直オブジェクトクラスぐらいしかわからないってのが本音だな。ほうほう、まあ今回はそれだけでも全然大丈夫なので安心してください。ちなみに SCP、元 SCP オブジェクトにはクラスというものがありまして、下から順に、セーフ、ユークリッド、ケテルと危険度が上がっていく仕様となっております。他にもクラスはあるが今回はこの危険度だけ覚えておけばいいってことだな。というわけでまず一つ目はこちら、SCP-100JP、屋根裏部屋の宇宙、オブジェクトクラス、セーフ、屋根裏部屋の宇宙。幻想的な名前だな。異常性は名前の通り、屋根裏部屋が宇宙空間と同等なものになっています。なので簡単に言うとこの屋根裏部屋は無重力かつ真空というわけですね。なるほど。つまり誰でも宇宙旅行気分が味わえるわけだな。この空間には現実の惑星や恒星と同じ位置にそれを模した星が浮いているのでいいかもですね。続いて二つ目はこちら。SCP-1048、ビルダーベアー、オブジェクトクラス。セーフ、おお、かわいいテディベアじゃないか。SCP-1048 は自発的に移動したり、ちょっとしたコミュニケーションが可能となっています。そしてその行動には人に愛情を示したり、ダンス、またはジャンプなどをして愛情を向けてきます。おいおいおい、こいつ愛は緩い足枠ってやつじゃねえか。なので危険性はないと判断され、その愛嬌で場の士気を上げてもらう目的でエリア24を自由に移動しています。ちょっと私このクマちゃんに会いたくな、やめた方がいいですよ。あ、いや、そんなに怒る。あらごめんなさい、ゆっくりさんとしたことが興奮しちゃいました。続いて三つ目はこちら。SCP-2950、ただの S、オブジェクトクラス、セーフ、ただの S。そう、ただの S です。しかしもちろん異常性はありまして、座るとみんな快適に感じるようになり、最終的には他人の力を借りても離席できなくなります。おう、すごい快適ってことは分かったぜ。なんたってただの S ですからね。そうだな。最後はこちら、SCP-3333、等、オブジェクトクラス、セーフ、等、その割には1回しかないように見えるが、画像のこれはいわゆる入り口ってやつですよ。SCP-3333 には天井にある跳ね上げ扉からアクセスすることができ、登ると3トップ監視所のコピーにたどり着きます。これ3トップ監視所っていうのね。名前の塔はこの異常性から来てるんですね。ちなみに SCP-3333 周囲の環境は3トップ監視所の周辺環境と掃除していますが、植物、動物、そして人間といった生物は観察されません。ふーん、つまりただ上に上がれるだけの SCP というわけか。というわけで4つ紹介したわけですがいかがでしたか？そうだな。多分共通点はクラスがセーフなことだろうけど、正直なんでこの4つなのかがちょっと謎だったな。ではここからが本番です。え？ SCP-100JP、屋根裏部屋の宇宙、オブジェクトクラス、セーフ、からユークリッド、からケテル。おいさっきはセーフって言ってたじゃねえか。先ほどの簡単な説明を思い出してみてください。何か気になることはありませんでしたか？気になること。そういえば惑星や恒星が実際の宇宙と同じ位置にあるって。実は SCP-100JP に浮いている星は非常に壊れやすく、そして SCP 内で星が壊れた際、現実に存在している同じ位置の星が超新星爆発を起こします。つまり地球と同じ位置にある星を壊したら、地球はなくなるでしょうね。まさかそんな危険性があったなんて。確かにこれはケテルに上がっても納得だな。いやいや、これはユークリッドに上がった際の事案ですよ。これだけなら壊さないように気をつける。または SCP 内に入らなければいいんですから。じゃあなんでケテルに上がったんだ。この SCP が存在する建築物は、老朽化が進み地震で一部が倒壊するほどらしいですよ。おいおいおい、もし倒壊して屋根裏部屋が潰れでもしちまったら、このことを踏まえてオブジェクトクラスがユークリッドからケテルに格上げされたわけです。SCP-1048、ビルダーベアー。オブジェクトクラス、セーフ、からケテル、このクマちゃんもケテルになってんのかよ。SCP-1048 は、身の回りにあるもので自分の複製体を作ることが確認されています。複製体といっても同じぬいぐるみとかじゃねえのか。これまで複製体は3体確認されており、その体は、全身が人間の耳でできていた SCP-1048A、人間の胎児で作られた SCP-1048B、錆びた金属スクラップで構成された SCP-1048C、以上の3体が確認され、今でもエリア24を自由に移動していると考えられています。まだ愛嬌があるから許し、ちなみに複製体は人間に対して極めて暴力的で死者も出ています。クマじゃねえか。SCP-2950、ただの S、オブジェクトクラス、セーフ、からけてる。そういえばお前さっきただのって押してたな。この SCP はクラスが格上げされたというより、クラスをセーフと思わせているのが正しいかもですね。これはヤバそうな感じが強いな。SCP-2950 は決まった形を持ちません。しかし今は S の形をしている。それはなぜか。なんとこの SCP、多くのそれを知る人々が思うような姿を取ることが可能なのです。つまりどういうことだ。ゆっくりさんも簡単に言うのが難しいんですが、今 S の形なのは財団の多くの人が S と思っているから、ではもしこれを多くの人が世界を滅ぼすものと思う、もしくは知ってしまったら、これはそれに形を変える。なのでこれはただの S なのです。SCP-3333、等、オブジェクトクラス、
セーフ、からけてる。まあここまで来たらこれもけてるだわな。こちらの SCP 細かい説明をするとちょっと長くなるので一番雑に説明します。SCP-3333 内に侵入し、最上階に到達すると、漏れなく SCP-3333 の位置に体を乗っ取られます。っていうか擬態ですね。いやキャンペーンみたいに言われても。そして擬態に成功した SCP-3333 の位置は山があるといい、入り口まで戻ろうとします。戻ってどうすんだ。最終的にはこの SCP を調査していた博士にも擬態して、調査を実施してるように見せかけて財団から隊員を補給し、おそらくですが可能な限り仲間を増やそうとします。ちょっと待て、財団は普通に隊員を送ってるってことはまさか。その通り、財団はこの事態に気づいていません。これかなりヤバくねえか。そして財団がこの事態に気づいたのは1ヶ月後、つまり1ヶ月間財団は SCP-3333 の位置に餌を送ってたことになります。その数最低でも50人、50人で済んでよかったのか、それとも多いのか、財団内に偽物が潜んでいると考えると危険かもですね。というわけで今回はオブジェクトクラスがセーフからケテルに上がった SCP を4つ簡単に紹介したわけですが、いかがでしたでしょうか。コメントで感想や意見を書いてくれるとありがたいんだぜ。今回は4つ選びましたが、他にも探せば該当する SCP はありそうですね。ある程度見てもらえたなら続きを作るのもありかもな。まあ今回はテスト的なあれなのでまたお会いできたらその時は見てもらえるとありがたいです。では皆さんバイバイキン。バイバイキン。